まあ、もう俺のチャンネルちゃんとしてないんで。そうでもない。もう今始まってますんで。はい、よろしくお願いします。始まりましたよろしくお願いします。今日はですね、はい、ビーズ大好き女子。いや、もう女子とか言ったらあかんのかな、時代的に。いいですよ。何があかんのか、だってさっき俺駅で、はい、あの若い女の子に、はい、あのエスカレーターに並んでたら、はい、わーってその子途中横から来て、はい、俺割り込みしてないのに、はい、うわーいかついおっさんが割り込んできたと言われましたもん。それちょっと悲しいですね。悲しいです。もう怯えて生きるしかないですよ。じゃあなんかビーズ大好き人間で。ビーズ大好き人間のアイビーさんが来ました。はじめまして、ビーズ大好き人間のアイビーです。ちょっとね、はい、1回、いや2、3回ぐらいイベント一緒になったんですかね。そうですね、去年の秋と冬に2回ご一緒させていただいて、それでちょっとね、はい、あのビーズっていうのはみんなが大好きなコンテンツでありますから、はい、俺めっちゃビーズ聞いてたんですけど、はい、聞いたりとかそんなしてなかったんですよ。ああ、なるほど、はい、なんで俺がビーズのそのギターソロ好きな参戦とかやっても、はい、なんかこうバレるじゃないですか。マニアック感がないかな。そう、なんかお前今までビーズビーズ言うてなかったのに何数字取りに来てんのってなるんで、俺がやんのはどうかなと思って、はい、一番なんかこう適正な人間を選び出した結果、はい、アイペイさんに来ていただくという流れになったわけでございまして、選んでいただき嬉しいです。きっかけみたいなのあるんですか、ビーズを好きになった。はい、思春期の時に、はい、ザ・ビートっていうドラマをやっていて、はい、主題歌の一部と全部を聞いて、はい、それが生まれて初めて聞いた多分ロックンロールで、でその直後にたまたまビーズさんのライブに友達が行ったので誘ってもらって行ったんですけど、生まれて初めて の、 あのビーズさんとか関係なく生まれて初めてのライブが東京ドーム最前列でそこでもう脳を破壊されたっていう。はい、まあ、でギター自体はそこからしばらく経って松本さんのインストを聞いて始める流れにはなるんですけど、まあ、ビーズマニアとしてはずっとそこからマニアですね。あ、そうなんですか。はい、そんな中あの参戦をちょっと選んでいただくという流れなんですけども、はい、ありがとうございます。じゃあ1曲目は何なんですか。はい、はい、3つで順位がつけられなかったので、やっぱ好きすぎるがあまりね。好きすぎてそんなもん、順位なんてもう言語道断。まあ全部一番なんですけど、はい、あのビーズさんも歴史が長くて、確かに音もどんどん変わってきてるので、はい、まあ、私の中で初期、中期、現代っていうふうに3つに時代を分けて、まあ、まず初期から選んでみようじゃないですか。はい、プレゼンめっちゃうまいじゃないですか。ありがとうございます。はい、もう一度キスしたかったっていう、まあこの青いギターも持ってるんですけど。聞いてましたよ俺それ。あれでも何年なんでしょうね、発表。91年か2年ぐらいだったような気がする。じゃあ俺、いや生まれてるわ。生まれてる前じゃないですかって今思ったけど、全然生まれてますわ。あ、91年この曲。91、2年ですね、確か、おそらく。うん、そのギターソロが好きということで。はい、はあ、じゃあアウトロのギターソロになります。アウトロのギターソロですね。あの、なんか好きな理由みたいなのあるんですか。まあ、やっぱりなんか歌えるギターソロが多くて、松本さんって。ああ、はいはい。メロディーとね、あの、あったライン聞きますもんね、結構ね。はいはい。はいはい、あの、自分もその、ビーズファンであってギター弾いてない時期が何年かあるんですけど、はいはい、その時期から歌メロと同様にギターソロも歌、鼻歌で歌えるような感じでは聞いていて、ああ、はいはい、で、それがちょうどもう一度キスしたかったのはアウトロがすごい鼻歌で、ふん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 。ああ、そういうことか。歌ってたので。印象深いですね。もうそれに刺激を受けて、刺激を受けまして、はあ、これがじゃあ初期の一番好きなやつ、一番好きなものですね。ちなみに2位とかあるんですか。選べないな、あのごめんなさい、はい、ちょっとビーズじゃなくなっちゃうんですけど、はい、ソロでもないんですけど、はい、TM ネットワークさんの最後、はい、松本さんが多分 TM ネットワークさんの最後に参加された、はい、Dive into your body っていう曲があるんですけど、はい、ちょっとそれのリフがマニアっぷりを発揮してますね。あの、はい、それのリフがちょっと皆さん聞いていただきたいんですけど、はいはい、あとちょっとレディナビゲーションみたいな要素も感じたりとか、初期ビーズをちょっと感じるリフなので、あ、そう、あ、そういう情報いいですね。知ったらみんな聞いてみて、あ、
もうこの頃からそのビーズ、まだビーズじゃない時ですもんね。ね、かぶってたっていうふうに小室さんから聞きました。あ、そうなんですか。はい。あ、だからそのエッセンスがあるってことですね、松本さんの。はい。絶対時期はかぶってたみたいです、ビーズの活動と。へー、歴史を知れるという。はい、ありがとうございます。じゃあまあ1曲目、それでございます。はい。私の中の選ぶ中期っていうのが90年代後半から2000年代前半を中期としてああ、はい、ちょっと見たんですけど、じゃあ一番俺が聞いてた頃だと思います。一番ハードロック、そのさっきの初期っていうのがやっぱり TM ネットワークさんの流れがあって、うん、まあ、ダンスロックとかデジタルロックみたいな、うん、はいはい、ソフトスーツ着たビーズさんで、はい、まあ、中期がやっぱりロックンロールみたいな感じに振り切って、ああ確かに、アルバムにブラザーフットっていうアルバムがあって、あ、覚えてます。俺もまさしくドンピシャのあれですもん。ロック、多分ギター弾く人が多分一番好きな、ああそうですね、弾きまくってるアルバムだと思うんですけど、あの黄色のレスポールでしょ。あ、そうそうだと思います。あれが俺一番覚えてるかもしれないですね、うん、キャナリーイエロー、ああそうですね、好きなやつで、あそっからブラザーフットが、そこの、はい、兄弟曲のブラザーフットをちょっと代表的だと思ったので選んでみました。そのブラザフトのアルバムの表題曲っていうのもあって、うん、代表的っていうのもありますし、はい、プレイ的にもレスポールだったか、使ったのはレスポールだったんですけど、うん、ここですね、はい、スイッチをめちゃくちゃ切り替えるのが松本さんの癖なんですよ。あ、はいはい、で、あ、ここってこと、あ、そう、ここを切り替えるのが癖で、うん、私も実はその切り替えすぎて持ってるギターのほとんどスイッチがちょっとボロボロになりたうわーやってるんですか、ここだけの練習もしたすんでそんなことコーリングとかでも切り替えるところが結構あって、あ、はいはい、あ、いや印象ありますね、まあ、途中でそのブラザーフットでも中間切り替えて戻すっていう、ここのなんか動きも見ていただきたいっていうのがあったので、はいはい、ブラザーフットを選びました。いいっすねそしてはい3曲目、選曲はアローンっていう、多分91年だったかな、まあ、初期の曲の選曲ではあるんですけど、はい、今回選ばせていただいたのがビーズさんがあのコロナ禍に YouTube で、うん、あのご自身のバンド映像みたいに出されて、はい、見ました見ました、それのアバコスタジオっていう多分ところで撮られたバージョンのギターソロを選びました、うん、すげえ再生回数回ってましたもんね、めちゃくちゃもう1万回ぐらいですかね。いや俺も出た当時見て、はい、このコロナ禍でみんながこう家でいる、なんかこうあの時期ちょっと悶々としてたじゃないですか、みんな、うん、家出られないみたいなね、ライブも行けないし、はい、それをなんかこう俺らの気持ちを、はい、なんかこう楽しまさせてくれる、確かに確かに、コンテンツを、いや俺もそういうの出さなあかんなと思ってでも出されてましたよね、皆さんが、私も拝見してましたけどビーズのクオリティに比べたらゴミカスみたいなの予算が違うのであれでもめっちゃ予算かかってますよね多分、まあもうビーズは大企業みたいな感じですからね。確かに確かに、ね、いや素晴らしいですよ、はい、あれのチョイスしていただいて、はい、その現代版っていうか、はい、最近のビーズをあまり知らないんですけど、はい、アローンを選んでいただきましたけど、はい、この曲もいいぞみたいなのあるんですか。あ、私結構リメイクされてるのが好きで、昔の曲をですね、まあ、最近の曲も素晴らしいんですけど、君の中で踊りたいっていう昔の曲を、最近またスターズっていう、この T シャツのスターズっていう T シャツなんですけど、それがまた好きだったりとかします。バージョン結構違うんですか。バージョン違い、ギターソロも全然違ったりとか、まあ、稲葉さんの声質とかも変わってますから、やっぱりどっちですか、上手くなってる。
あの深みがやっぱり、あ、そっか、まあ、確かにね、ヴィンテージギターみたいな、あ、そうそうそう、ね、そうそうそう、まさに感じですね。でギターソロも昔は結構音数詰め込んでらっしゃる傾向に、まあ早弾きとかされてる、まさしく俺の傾向というか、ね、若い時はもういっぱい入れたくなるみたいな感じがあるんですけど、まあ、最近のそのビーズさんは音数は昔よりはまあ減らしてる、まあ、早弾きもするけど、うん、減らしてはいるけど、なんかこう松本さんって多分和風とか東洋とかなんかアジアっぽい、なんか自分のルーツを大事にされてるような節があって、あ、でなんかアローの先ほど弾いた中にもちょっとアジア風味ななんか感じるアレンジとかがあるので、はい、なんかそこが現代の松本さんっぽいなと思って、あ、だからやっぱ稲葉さんと一緒でなんか深みが増すみたいな、深みが増してますね。ちなみに、はい、リメイクじゃなくてほんまに最近の曲で1曲だけ、あ、これっつうのなんかあったりします？1曲だけでいいんで、ペインキラーっていう、ペインキラーって曲は私が感じるにはちょっと80時代の歌謡曲っぽい要素とか、はい、懐かしい気持ちにもなりつつ最近の新しさも感じつつみたいな感じの曲なんじゃないかな。素晴らしいですね。俺ビーズ好きなんですけど、はい、新たな発見がありましたか？めちゃくちゃありましたよ。嬉しい、よかった。反省しましたもん。そんなとんでもない。もっとビーズを何でもお前知ってこなかった自分で自分を責めました今あのこれからぜひ一緒に応援しましょう応援しましょう応援しましょう。ビーズ頑張れ頑張れ頑張れ。いやもう応援しなくてもすごいけど俺らで応援したとってもう頑張れてるわお前らみたいないや、まあビーズは多分どんどん今後も突き進んでいかれると思うのでなんかあの今後、はい、ちょっとまたビーズコンテンツの時には、はい、ぜひご参加いただいてもいいですか？いや、ぜひこちらこそよろしくお願いします。すいませんけども、じゃあ、はい、今後、はい、ビーズコンテンツにはまた出ていただけるということで、ありがとうございます。ビーズ大好き人間として参加させていただくので、はい、僕もその次来た時にはそれをまた、はい、俺も胸張って言えるように、はい、アルバム聴いてきます。 ありがとうございます。ぜひあのスポットワイでね、はい、たくさん聴いていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。俺聞いた時にこの世の中で一番いい曲コーリングかなと思ってました。ほんまにめっちゃ大好きじゃないですか。めっちゃ好きなのギターソロコピーしましたもん。あのイントロですよね。イントロとかもうあの多分ね、中学校の頃そのバンドスコアを買ったか借りたかどっちかなんです。ほんでやってみて、はい、ちょっと俺最初できたんですよ、うん、それを嬉しすぎて、はい、お母さんに報告しました。喜んでくださいました。すごいわね、コーリング弾けたの。分かってなかった。分かってなかった。あまりお詳しい。でもなんかこう、テンション上がり具合は伝わったと思います。嬉しい気持ちは伝わった。それよかった。お母さん、コーリングのイントロが弾けました、私みたいな感じは覚えてます、僕は。はい、私がお母さんだったらお小遣いプレゼントします。よかったわね。めっちゃいいお母さんじゃないですか。めっちゃいい。はい。